新兵獣語第502回講談社吉川英治歴史時代文庫より朗読はジ春彦です空滝の君池の石晶は咲きそった右側の山吹も水を染め出した二人暮らしの鎮は昼も大方巣を垂れて夏近い日を重ねていくほか表面何の変化もなかった 一切の世音をよそにここの家人とさえ隔離されている「幽挙とは名だけのこと羨ましい愛の浮きすと人の目には見えもしよう」しかし重衡の中条にはつらい牢獄であった。 世間の罵声や石つぶてにさらされてこそそれも平家の在を消滅の一つといささか心は一人慰められもするのに敵国のこの優遇は思いがけないことだった。過分というよりも度が過ぎている。物の不の情けとはこんなものではあるまい。 先頃の甘よの連れ連れに、ここの主や工藤助恒らが一回を催してくれたことは、敵ながら鎌倉泥のいたわりかと甘んじてよいもしたが、それ以後も賃に千住を貸し付かせて、まるで貧客の待遇である。一体鎌倉泥の底意は何か よしんばこれが真実頼朝の優雅ごとき故入道殿から受けた恩は忘れぬという奉射に出たことにせよ重衡には褐色以外のものではなかった屋島にある肉親たちを思えばいてもたってもいられない心地になる鉄国の泡をはみ鉄国の美女に貸し付かれなんでこれが楽しめようか ふと自分をそう責めてやまない時など何か余計に千住の姿が目の前からのけてしまいたいものみたいに思えて「千住帰ってよいぞここのお主にいとまを告げそなたはそなたの宿へ下がるがよい」と何度心にもないことを言ってみたか知れなかった千住の答えは決まっていたそして涙ぐむことも決まっている。 鎌倉殿の見許しがなくば見ままに帰ることはできませんと節目に言うだけであった彼女は重平の言葉をそのまま信じて私はお嫌いなのだと思い込んでいるらしいなるべく重平の目につかないようにと次の一間を隔てて控えいつも無口に池の水を眺めていたどうかするとそんな姿のまま千住の目が一 っぱいな涙を含む奥の重平もふずくえから池を見ている。二人はそうしたきりで何も言わない。言うに勝る恨みを千寿の横顔は語っている。重平はまた重平で「そなたを嫌っているのではない。嫌うどころか自分の弱さが怖いのだ。そぞろ身をも焼きそうな恋を恐れて」と心で言っているようであった。 七日目ごとには千住の姿が一日だけ賃に見えないことがある重平へは宿下がりにと言っていくが実は古紙に書かれて例のごとく梶原の屋敷へ出頭する定日であったそこでは重平の寄居や心境の微細な点までを質問されるそしてまた何かと密々な指図を受けては帰るのだった 時によると、それが終わってもなお景時の資質で酒の相手を強いられ、果てはみだらな真似を仕掛けられることなどもあった。梶原は自分から、和御瀬の腕で中条殿を骨抜きにしてみせよと命じていながら、酔うとあらわに嫉妬を顔に燃やして、中条殿は美男ゆえ、和御瀬の方があべこべに骨抜きにされているのではないか。 夜伽は毎夜のようか、ゆうべはどんなふうに、などと露骨なことを尋ねたり、また、これが鎌倉殿のご内名でなければ、無駄と和子瀬のこの肌を他の男などに任せてよいものか、どんなにもわしがかわいがってこのように、と彼女を抱きすくめ、嫌がる顔を唇で追い詰めて、そのひげ面をこすりつけたりするのであった。 今夜もであるそこから遅く返された途中彼女は腰の中で腹が立ってたまらなかった返しを出しては何度も何度も唇を拭いたが一瞬の獣じみた人間の口臭が拭い,拭いても拭いても官能からは消えもしない何かの不肉に当たったように溝落ちまでが嫌なうずきを持つのだった どうしてこんな恥ずかしめや肉体の犬猿にもこらえなければならないのか遊び目だからと彼女の仲間の女たちは皆諦めすましているが千住には簡単に自分を諦めきれないのだこの命二度とはない乙女の頃をと悔しく思うそれを日頃の客や購買までが男嫌いと彼女を見ていた 千住にとれば自分から結びつきたいほどなおしべに合わない花粉の憂いを逆な形で示していただけのことだったろう。現に今彼女は我からのもだえを人に寄せている。重衡の胸に泣いた時から花粉はその人の手にこぼれたがって震えている。けれど重衡はあの夜もただもどかしい空抱きをしてくれただけだった。 もどかしさはあの晩だけではない。よとぎの彼女はよよ一人寝していた。昼の重衡の冷たい横顔を心に描き、私は嫌われていると一人決めして枕をぬらしたり、何か私をお疑いなのであろう。 と考え悩んだり季節はよく眠れて仕方がないこの頃なのに彼女は暁も知らずに眠れたという試しがない。戦時はやがて腰を下ろされた。加納之助の家に着くといつもの四番の老頭が庭門の鎖を解いて家へ入れた。夜は遅い。ちんの君も早お休みのことであろう。 彼女は下屋のうちでゆっくりしょうを済ましてから池の橋廊下をそっと渡っていったすると思いがけなく鎮の一室にはまだ淡いともし火が漏れていた「ご所見か」と彼女は察したそして一間を隔てた自分の部屋へそのまま入りかけると重平の声がして「千住の今を戻りか」「はいただいま帰りました」 殿にもまだお休みなさらずに。今宵工藤助綱が訪ねてみえ、つい今しがたまで酒組みようていたのだ。助綱が帰った後もなお一人で吹かしていたが、もう少し酒が欲しい。そなた、繰り合え参って酒をもろうて来てくれぬか。 まあお珍しいこともあるもの、加納之助様がお許しあるかどうか分かりませんが、うかごうてまいりまする。なんの、助常が急音を思うて、ひそと見舞いにおとのうてくれたのも、加納之助殿の許しによること、い,いなというはずはない。しばしお待ちくださいませ。千住は、いそいそと足音を弾ませていった。彼女はうれしいのである。 茂平がそんな境地に楽しんでいることも、今のような親しさを見せてくれたのも、あれ以後は初めてと言ってよい。ご指をいただいてまいりました。<laughs> クリアの者も,のも意外に思うだろうな。入れ先、先獣。茂平はだいぶ酔っている。しかし、廃盤の乱れは見えなかった。 すけすでと飲んだ全部はきれいに下げさせただ小机の上に一個の兵士と小さい杯を乗せ肘もそれへ寄せて頬杖しているのであった早速その杯を手に「千住ついでたもれ」「久しぶりよのを、千住は兵士を取って杯へ酒を満たした静かなほ陰のもとに杯の中で小波が動いた」 閉じられていた千住の心も酒の蚊と一緒に注ぎ出されたような思いだった。祐経も言うたお好きな酒なれば酔いごとにちとお過ごしなされたがよかろうと慎みなど愚であったよやはり酒は酔いものいつにないご長である酒は強い彼なのでそう心を許せばいくらでも続くのである。 酒好きと彼とが一つになるまではやめそうもない。千住は次第に心配顔になってきて、また明日の夜になされてはと、もうクリアへ酒を取りに立たなかった。何明日の夜。重平は聞きとがめて、明日の夜は生きているみやら世にないみやら。千住には分かっているのかと言った。 そして不意に千住の手を強く握った今はわしの望みも耐えた鎌倉殿の腹黒さも見抜かれたわい所詮願う平和など鎌倉殿を相手には望み得ぬ千住茂平の一命は早くこの世によう終わったものぞせめて花を見 酒でも飲んで死ぬほかはあるまいが。千住は突然顔中を涙にしてしまった。世にこの人の運命ほどはっきりわかっているものはない。それは梶原の屋敷でいつか主角が密語していた内容からも明らかだった。 つまりは、茂平が源氏へどう教順を誓っても、頼朝は彼を利用しうる限り利用して、無用になれば殺す心でいることは明白であった。千住は梶原の言いつけ通りを守ると訳しながら、今日まで梶原をあべこべに欺いてきたのである。梶原の求問を受けるたびに、重平が自分の色に溺れきっているような答えをしていた。 梶原が「サクそソッ」と北添えみそうな作り事をいつも答えてきたのである。そしてここの地に帰っては何度それを重平へ打ち明けようと思ったことか知れなかった。だがなぜかいつも言い出せなかった。重衡の冷たい横顔が近づきえないものに見えてしまう。けれど今夜こそはと彼女は胸に誓った。 すると唇は罠ないて涙ばかりが先に顔を汚してしまったしかし今千住はやっとそれを打ち明けることができた重平の前に泣き伏して「思えば私は殿にとって空恐ろしい女です鎌倉殿の回し者なのですけれど心から従っている千住ではございませんい,いえ 梶原殿は欺いてもどうして殿へそのような悪心を抱けましょうと胸の全てを訴えたなお言えなかったのは恋だけだったおよそはそうと察していた泣くことはないさは泣くな茂平には意外らしい様子も見えない彼女のむせぶまにいくたびかうなずいただけで そなたがどんな佐賀の女か、何のため茂平に貸し付けられたか、それくらいなことを分らいでどうしよう。そなたは獣使いの手で檻の中の重平へ投げ入れられたかぐわしい絵のようなもの。そなた自身に毒もなければ悪意のあろうはずはない。むしろ不憫な女、愛しき千手と。 んぼ哀あわれにわしは見ていたことか。では、私をお憎しみではございませぬか。憎いどころかよ、千術。と、彼女のぬれた顔を両の手で持って、この目、この愛らしい口。ともすれば、重衡の心は焼かれそうになる。恋ゆえには、敵の作望も世の悪名も何かあらんと。 いくたたび迷っことか私とて私とて同じこと熱病のような震えを見せて千住は空滝ならぬ重衡の腕の中へ深々と身を沈め込んでいった重衡の次長か千住の旋律から出るきれいなうめきかはぁ、あ、と 何かを断ち切るような切なげな声が二人にして一つの影のもとに押しつぶされた。それとにともし火も瞳を塞ぎ、そこは乳玉の闇に落ちた。 ゾート大姫ですよろしければいいねとチャンネル登録コメント投稿などをお願いしますまた私たち演劇クラブ座をぜひあなたの力で応援してください詳細は動画の下概要欄からどうぞ